行きましょう先生。受験者は2列に並んで順番に受付を済ませてください。次、反復横跳び30秒、よーい、始め。次、1500メートル走、始め。次、重量上げ、小倉忠義パンチングマシーン。帰ろう。はあ、やっと全部のテストが終わったか。あとは結果を待つだけだな。そっちも終わったな。はい。お前さ、体力テストする意味あるの？はい。数値とかデータで提出できると思うんだけど。まあいいや。で、どうだった？筆記テストも体力テストも実にくだらない内容でしたね。だよな。ヒーロー試験にしちゃ簡単すぎるよな。もうじき点数が出るようですよ。70点以上が合格。ま、筆記の方はあの内容だと満点で当たり前なので。問題は体力テストですが、先生と俺なら余裕でしょう。100点でした。マジで？はい。レスキューヒーローに認定すると書いてあります。レスキュー？なんだそれ。ランク付けなんて何の意味もないと思いますが、先生はどうです？あ、この詩は俺も。当然の結果です。しかも俺よりもフォントのサイズが大きいじゃないですか。さすがです先生。ちなみに面接では何を聞かれましたか？面接？ええ。それでは最後の質問ですが、ジェノス君、この建物に見覚えは？我々が不穏分子として以前から内定を進めていた進化の家という団体があるんだが、ようやくその拠点を突き止めた矢先、なぜかそれが跡形もなく破壊されていたんだ。それも圧倒的な火力でね。これは君がやったのか？そうだな。なんだ？なるほど。先生にはわざわざ面接をするまでもなかったということですね。先生。ああ、だってまあ71点の C 級だしな、俺。はっ、そうか。さっきの C の字の上半分を S と見間違えたということか。分析すんじゃねえよ。何かの間違いでしょう。俺が責任者に直訴してきます。ごめん、やめて。俺が恥ずかしい。ジェノス様、埼玉様、
16時より合格者セミナーを行います。とりあえず行こうぜ。いずれにしても合格しちまえばもうこっちのもんだ。まずは合格おめでとう。一名はギリギリのまぐれのようだが、このラッキーを無駄にしないよう、せいぜい努力をするんだな。だが浮かれるなよ。今後はヒーローとしての自覚を持って、節度は。君たちの顔はヒーロー協会のホームページに公開されることになるんだからな。聞いているのか。その間抜け面が全世界にさらされるんだ。恥をかきたくなかったら。俺のような立派なヒーローを目指せ。永久ヒーローにもなると多少は教会に幅が利くんだ。不心得者はいつ前提してランクを下げてやる。覚えておけ。晩飯何にしようかな。プロのヒーローができたのはちょうど3年前からだそうです。まだ3年なのか。大富豪アゴーニの孫が怪人に襲われた時、通りがかりの男性に助けられたらしく、その話を聞いたアゴーニがこの制度を思いつき、私財を投じてヒーロー協会を設立したとか。まっつまんねえセミナーだったぜ。とにかく我々も晴れて新人ヒーローとして世界中に知られるようですね。これでもう胸を張って活動できますよ。先生、これで正式に弟子です。今後とも指導のほどよろしくお願いします。ああ、では先生、今日はこれで。おう、じゃあな。やべえ、弟子にするとか簡単に言うべきじゃなかったかもしれん。特にこいつの場合。今日の新人二人、本当に合格者なのか。ひどい態度だったぞ。現役 A 級ランク38位のこの俺のことも知らないようだったし、どうやらこの世界の厳しさも知らない素人丸出しだ。あれじゃすぐに死ぬぞ。いや、ジェノス君は筆記体力ともに満点で、いきなり S 級認定を受けた超大型新人。もう一人の埼玉君は筆記や作文こそひどかったが、体力は50点満点。結果はギリギリの合格だったが、体力試験のほぼ全てにおいてヒーロー協会体力試験の記録を大幅に更新した。彼の肉体には神が宿っている。スネック君、君はすでにジェノス君よりランクは下だし、埼玉君にもすぐに追いつかれてしまうかもしれん。あいつが。C 級でランキングトップになると B 級ランカーになれんのか。で、その上に A 級があって、S 級はさらにその上。なんか、俺がなりたかったヒーローと違う気が。違う！各社セミナーの続きだ！よいしょ！この業界には新人潰しというものが存在する。ランキングで抜かれることを気にする。早めに潰すのだ！おい。
ほう。で、晩飯何にしようかな。早く。晩飯何にしようかな。挑発したって無駄だぜ。やんのか。早くかかってこい。おい、間に合いそうもないな。やんのか。間に合いそうもないな。おう、挑発したって無駄だぜ。で、おい、で、おう、間に合いそうもないな。挑発したって無駄だぜ。おい、晩飯何にしようかな。で、やんのか。早くかかってこい。あ、晩飯何にしようかな。おい、間に合いそうもないな。お、うぜえ。